こんにちは、ルイカと申します。今回はエクセルでこんな感じの画像を作って遊んでみようと思います。すごいですね。エクセルでこんなものが作れるんですね。残念ながら静止画ですので、キャラクターを操作して一狩り行ったりすることはできませんが、ただの一枚絵ではなく、それぞれ別の画像で、しかも 3D ですので、このように動かすことができます。すごいです。実はこれらの画像は Office 365か Excel 2019以降であれば標準的な機能としてありますので、単に画像を配置するだけで簡単に作ることができます。これ以外にも RPG の戦闘シーンをフィギュアっぽく作ってみたり、ファイナルなファンタジー風の風景を作ってみたり、ハロウィンとか、小さいのに重力が地球の10倍くらいある星とか、摩訶不思議なボールがある星を真似して遊んだりすることができます。さらに静止画だけでなく、アニメーションとして動くものもあります。 Excel 2019はアニメに対応していないかもしれないので、バージョン限定になりますが、こんな風な映像を作ったりすることができます。では実際にいくつか作りながら解説していきましょう。こちらの爆発するハンバーガーと空に浮く島、そして最初のドラゴンの絵を作ってみましょう。今回使用する機能は 3D モデルというもので、 Office 365か Excel 2019以降であれば標準で使用できます。挿入タブの 3D モデルをクリックしますと、このようにいろいろ分類分けされて表示されます。分類を選んで、その中で目的のアイコンをクリックして挿入。これで 3D モデルを呼び出せます。3D モデルは3次元のモデルですので、この真ん中のマークをドラッグすると、このように回転させることができます。とても立体的ですね。こちらは単に立体的なモデルでしたが、中にはアニメーションで動くものもあります。挿入タブの 3D モデル。この画像の左下にこのマークがついているものがアニメーションになります。2つほど挿入してみましょう。こちらはハートが脈打っているもので、こちらは鳥が回っていますね。アニメーションで動いていますが、先ほどと同様に回転させることもできます。さらにモデルごとにいくつかアニメーションのパターンが用意されています。モデルを選択して 3D モデルタブのシーンです。今はシーン1としてこの脈打っているアニメですが、シーン2ですと複数のハートが上に上がっていき、シーン3はハートが光っていますね。用意されているシーンの数はモデルごとに違いますので、こちらの鳥では残念ながらこの1パターンしかありません。アニメーションはスペースキーやこちらのマークをクリックすることで一時停止と再生をすることができます。以上が 3D モデルの使い方になります。では実際にいくつか作ってみましょう。最初はこちらのハンバーガーですが、 3D モデルを重ねていくだけの簡単な作業です。挿入タブの 3D モデル、この後頻繁に使いますので、クイックアクセスツールバーに入れておきます。爆発するハンバーガーですが、アニメーションありのモデルは最初のこちらにすべて入っていますので、こちらから探します。いろいろあって面白いので、ぜひ後で試してみてくださいね。ではこちらのハンバーガーを選んで挿入。最初のアニメーションも面白いですね。シーンには空飛ぶハンバーガーです。先日のショート動画で使ったのはこちらのシーンになります。シーン3が目的のアニメになりますので、こちらを選択。すごく立体的ですね。では次に背景の部屋を用意しましょう。部屋はこちらの中にある。こちらを使用します。向きはこのくらいで良いですね。大きく広げたいのですが、シートの一番上まで来ているのでこれ以上広げられません。このような場合は上と左をだいぶ空けた位置にモデルを配置しましょう。このくらいにしておきます。モデルの重なりですが、後から作った方が前面に来ますので、ハンバーガーの方を最前面にします。爆発した時の上位置をギリギリになるようにして、
閉じたところで一時停止しておきます。次に机とお皿を用意します。分類分けされた中から探すこともできますが、こちらにキーワードを入力して検索することもできます。机と入力してエンター。この丸テーブルにします。大きさと少し傾きを調整して配置。次はお皿です。検索して挿入。テーブルと一緒に向きやサイズを調整します。これで良さそうですので、ハンバーガーを最前面にして位置を調整、向きも微調整しておきます。それでは再生してみましょう。ハンバーガーを選択してスペースキーで再生。エスケープキーを押すと選択が解除されて、枠や回転のマークが消えます。いい感じですね。とても表計算ソフトで動いているとは思えない映像です。シーンを変えてみても面白いので、いろいろ試してみてくださいね。次は空に浮いている島を作ってみましょう。いろいろ作り込むとこんな感じになったりしますが、解説用になるべくシンプルなものを作ってみます。こちらのジオラマの中にいろいろと用意されています。どれも楽しそうで全部試したくなりますが、そこは我慢して一つを選んで挿入します。これもすごいですね。とても立体的です。次に背景の海を作りますが、これは普通に図形の四角を使用します。この後図形を引っ張って動きを出してみたいので、上と左をだいぶ開けてこの辺りに大きめの四角を作ります。図形の塗りつぶしでテクスチャー。こちらが遠目に見れば海っぽく見えなくもないので、こちらを指定します。テクスチャーを指定すると図の形式タブが表示されますので、こちらの色などでお好みの色にしてみましょう。なんとなく遠目で見た海っぽくなりましたね。海に浮かぶ島もいくつか置いてみます。このように平べったいモデルは真ん中あたりにカーソルを持っていくと回転のマークが出ますので、これで向きを変えることができます。配置しましたが、はっきりしすぎていて遠くにある感じがあまりしません。少しぼかすようにしてみましょう。四角を用意して枠線はなし、色を白にします。このままだと単に白が重なるだけですが、塗りつぶしの中の透過性を指定するとこのようにうっすらぼかした感じになって遠くにあるように見えます。これを海全体と同じくらいまで広げましょう。海の上の島がうっすら表示されましたが、空に浮いている島まで薄くなってしまいました。新しいオブジェクトが最前面になっているので、それよりも空の島を前面に持ってきたいのですが、オブジェクトが複数重なっていると選択するのが少し面倒です。そのような時はホームタブの検索と選択、オブジェクトの選択と表示を表示すると便利です。こちらにこのシートにあるオブジェクトが表示されます。このリストは上の方が前面、下の方が背面になります。一番上が最前面、一番下が最背面です。初期状態の名前だとどれがどれだか分かりづらいので、名前を変更しておきましょう。今はこのようにぼかしが一番上に来ていますが、空の島を一番上にドラッグすると島よりぼかしが下になりますので、空の島だけくっきり写すことができます。ちなみに普段使っている最前面へ移動、最背面へ移動はこちらのリストの一番上に移動する、一番下に移動するになります。例えばこの空の島を右クリック、最背面に移動にしますと、一面に表示されている海より後ろになって島が見えなくなり、こちらのリストで一番下になりました。これをまた前面に戻そうとしても、オブジェクト自体を選択するのは大変ですが、こちらのリストを使えば一番上にドラッグするだけで最前面にすることができます。他にもこちらのアイコンをクリックするとオブジェクトを非表示にすることもできますので、複数のオブジェクトを扱うときはこちらのバーを表示しておくととても便利になります。海や島をグループ化して引っ張ってみると島が動いている感じがして面白いです。こちらのリストをコントロールキーを押しながらクリックすると複数選択できますので、
オブジェクトの方を右クリック、グループ化。これで海と島とぼかしが一つのものとして扱えますので、これをゆっくり右上に移動しますと、このように空飛ぶ島が移動している感じになります。他にも雲を表示したり、飛んでいる鳥みたいなモデルを追加してみると、より賑やかになって面白いです。それでは最後に、こちらのドラゴンとのバトルシーンを作ってみましょう。こちらもただ 3D モデルを配置していくだけですので、結構簡単に作れます。ある程度左上を開けた位置にモデルを挿入しますが、今表示されている範囲を囲って目安にしておきましょう。目安なので大体で大丈夫です。まず地面と背景を作ります。3D モデルの挿入で、今回使用した地面はジオラマの中のこちらになります。これを大きくして地面と崖のようにしますので、全体を縮小表示。地面を広げて枠の中にいい感じに映るようにします。こんな感じですね。また表示の倍率を 100% に戻しますが、頻繁に倍率を変える場合はショートカットを覚えておくと便利です。オルトキーを押して、次に W キーを押して、最後に J キーです。これで表示タブを押して、100% ボタンを押したことになります。この空いたスペースに空を表示します。せっかく 100% にしましたが、また縮小して、空は先ほどの海と同じく、普通の四角で作ります。図形で四角を表示。枠線はなし。塗りつぶしでグラデーションを指定して、上を濃い青、下を薄い青にします。細かい設定は、図形の書式設定でできます。図形のオプションの、こちらで塗りつぶし。今回は途中の色はなしにして、両端だけ設定します。濃い方はこのくらいで良さそうなので、薄い方を選択して色の指定。この辺りの色を指定してみます。これでグラデーションができました。最背面に移動すると、こんな感じです。グラデーションはこの距離を使って色を変化させますので、幅を狭くすれば、より短い範囲で色が変化していきます。オルト、W、J で元に戻します。枠はもう不要なので消しておきますね。次はドラゴンです。ファンタジーの中にいる、こちらのドラゴンを召喚します。最初は小さいですが、拡大してもボケたりせず、かなりクリアに表示できます。拡大してから回転させると見応えがありますね。3D の回転だけでなく、オブジェクトとしての傾きも変えることができますので、ちょっと傾けて、このくらいにすると、走り出している感が出てきますね。人も配置しましょう。こちらの検索で、キャラクターと入力すると、いろいろ出てきます。なるべく躍動感があるものが良いので、こちらのローマ法使いと、こちらの魔女、あとこちらの、何のキャラクターかわかりませんが、この3つを挿入します。フィギュアみたいで面白いですね。これをドラゴンに向かっているような形で配置します。できました。こちらのよくわからない人は、後ろから見ると、マントがなびいて、勢いよく前に走っている感じがして、とても良いですね。せっかく魔法使いがいますので、魔法を出してみましょう。火や炎で検索してみましたが、あまりいい絵がありませんでしたので、別のものを使いましょう。こちらの宇宙の中で、太陽です。良いですね。回してみても面白いです。これだけだとくっきりしすぎていますので、少しぼかしてみます。図形の中で、こちらの、涙型。角度を変えて、出っ張りを手元に持ってきて、黄色の点をドラッグで伸ばします。枠線はなし、色を黄色っぽい色にして、透過性を設定。さらに図形の効果、ぼかしで、ソフトエッジを指定します。ソフトエッジは、少し強めのものを指定して、元の画像が小さくなりますが、これを拡大すると、良い感じになります。
どちらが上でも良いのですが、今回は太陽を上にして重ねてみます。これでより魔法が発射された感じになりましたね。こちらの魔女も魔法を出してみましょう。今度は氷にしてみます。氷で検索してこちらを挿入。大きさや向きを調整して召喚したようにします。こちらもくっきりしすぎていますのでぼかしてみましょう。これは既存の形にありませんので自分で形を指定します。図形の中のこのフリーフォームをクリック。元の形より二回りほど大きい範囲をなぞっていきます。これで大まかな形ができましたので枠線をなし、色を白、透過性で半透明にして、図形の効果ぼかしでソフトエッジです。氷の周りに冷気が漂っているようで良い感じです。半透明とソフトエッジは良い組み合わせですね。これで完成です。エクセルでセルをドットのように小さくして色を塗ったり、図形を使って絵を表現する方法もありますが、とても大変で誰でもできるようなものではありませんでした。しかし今回の 3D モデルを使えば簡単にこのような絵やアニメーションを作ったりすることができます。とても楽しいのでぜひご自身で試してみてくださいね。一つ注意点です。 3D モデルはこのように立体的な情報がある分とても容量が大きいです。今作ったこの場面も容量が 100MB を超えています。あまりいろいろと詰め込むと動きが遅くなったりディスクの容量を圧迫したりしますのでご注意ください。もしも動かさないのであれば画面のスクリーンショットなどを撮って記念に残しておくのも良いかもしれませんね。それでは最後に 3D モデルを使っていくつか映像を作ってみましたのでまとめてご紹介いたします。ズームや画面の遷移は動画編集ソフトの機能ですが、それ以外はすべて 3D モデルや Excel 標準の機能だけで作っています。ぜひ皆様もいろいろと試してみてくださいね。ついでにチャンネル登録や SNS でのシェアなどしていただけますととても嬉しいです。